警告、ウイルス汚染を感知、推奨、早急なワクチン投与。16% に上昇、 NFCS 回路に異常を検知。他のアンドロイドに汚染を広げないようにしないと。ボット、アンドロイドの反応が少ない地点を。検索、報告、商業施設の廃屋付近が該当。警告、ウイルスを除去しなければヨルハ機体 2B に深刻なダメージ。分かってウイルス汚染度 21% に上昇。汚染の除去と再起動。報告、ウイルスは事故のアルゴリズムを高速で改変、進化しており除去が困難。警告、ウイルス汚染度 32% に上昇、視覚処理システムに異常を検知。警告、ウイルス汚染 90%。 警告、中枢神経系に異常な発熱を検知。内部爆発の危険性がある。ブラックボックスエピス。警告、データ
爆発システム発動、当該システム破壊による遺体爆発物の次第一の効果。爆発の意味は2B のブラックボックス信号を検索。 2B のブラックボックス信号を地図にマーク。警告、大型の振動を感知、地下の構造が不安定になっている模様、大規模地震の可能性を示唆、推奨早急な離脱。離脱なんかするわけないだろう。夜破棄隊 2B のブラックボックス信号は途絶、死亡を確認、状況を共有する。夜破棄隊 9S は本日再起動可能状。夜破棄隊で
提案。確認。問題ない。ならば我々はヨルハ支援システム A2 および 9S の機体が稼働する。同意。 A2 および。それじゃ司令部は行って逃ごう。ここは私が。ダメ、ヨンゴ。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。 なんだお前。私は随行支援ユニットポヨルハ機体 A2 の射撃支援。そんなこと。皇帝、 A2 からのこの行動は全随行対象。必要ない。ヨルハ機体 A2 にその判断を。勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。要請、ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなこと。支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。やってみるか。